あなたは嘘をついている。心の底では竹地さんがもう一人の坂本龍馬だと確信しながら、それでもなお竹地さんがあなたを裏切ったという事実を認めたくない、そうなんでしょう。あなたは怖がっている。真実を知ること、いざ決着をつけましょう。私は斎藤はじめじゃない、本物の坂本龍馬と戦える日をずっと待っていた。私はこうしてあなたと戦えればそれでよかった。もう一人の坂本龍馬に命令され近藤勇を殺し、こんな状況を作り出したのはそのためです。勝負をすれば全てを認めるということか。ええ、悪い条件ではないはずです。いいだろう。これで終わりだ、伊蔵。俺は人斬り伊蔵としてのお前の人生に終止符を打ってやる。来い、伊蔵。行くぞ。
ここがあなたの墓場です。負けたのか。私は。